皆さんこんにちは、イノワク TV の川島です。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。さて今日の動画になるんですが、前回も少しご紹介したんですが、 Excel や Word を起動した時にホームというのは2つあるのをご存知でしょうか。また初心者の方が白紙から作るという方は多いかもしれないんですが、そうではなくてある程度できているものから作ることもできますし、また勉強ができるテンプレートというのが用意されているのをご存知でしょうか。今日はこの初心者やそれから中級初めの方が必ず知っておいてほしいものをご紹介します。では画面の方をご覧ください。本日行う講座の内容はこちらになります。ホームというのは2つあります。そして画面をアレンジして楽しもう、画面を少しカスタマイズして楽しむことができます。テンプレートというひな型ですね、これを使いますので、そちらをいくつかご紹介します。そして最後にそのテンプレートから自分のテンプレートを作るというのはどのようにしたらよいかを解説します。では今回は Excel、Word、それから PowerPoint、どれでもいいんですが、Excel を開いて説明をします。Excel を起動します。すると、このように、おはようございますとあって、左側のメニューに、ホームとあります。そして、新規開くとあるんですね。例えば、空白のブック、これを起動すると、ここにホームというタブがあるんですね。このタブのホームというものと、それからこのファイルを開いた時の最初の画面、このホームというのはちょっと違いがあります。この最初の画面のホームになるんですが、ここは新規という一覧と過去に保存したファイル一覧が表示されています。先日教室にパソコンをお持ちになった生徒様が前に使ったものを開こうとした時にこの画面になって、そしてここの一覧から探そうとしたんですが、ここにはもうなかったんですね。そしたら一度閉じてしまいました。そしてドキュメントかなとか、ドキュメントの中のどこどこかなとか探したんですね。こういう方結構多いんじゃないでしょうか。ですがそうではなくて、開くをクリックしていただくと、今度は開く専用の画面に追移します。この開くの中にある一覧というのは先ほどとは全然違って量がたくさん表示されていくのがわかります。ここまであります。かなり最初のホームにあったこの10個のファイルと、それから開くを選ぶとかなりここの中に表示されているのがわかります。そして全く初めての場合はホームから空白のブックからすぐ開いていただいていいんですが、この新規というものを開けてみると、ここにあるようにたくさんのテンプレートが用意されているんですね。このテンプレートはダウンロードしていただいて無料で使えますし、安心して使うことができるマイクロソフトが作ったテンプレート、つまりひな型ですね。ここからいろいろなものを選んでいただければいいと思います。要はこのホームの画面にあるものは、この新規と開くが合体して一番最初に両方合わせたものがこのホームに用意されているということになります。テンプレートも一覧がここに表示されるのですが、このその他のテンプレートを押していただいてもいいし、もしくはこのホームの状態から新規というところを選んでいただければ、空白のブック以外のものに関してはたくさんのテンプレートから探していただくことができます。それと同じように、このホームにあるこの一覧からもし見つからない場合は、この開くから探していただくと、もっとたくさんの履歴の中からこのように開くことができるようになります。そして同じく前回にもご紹介しましたが、よく使うものに関してはこれをクリックをしてしまうと開いてしまいますので、マウスを当てただけで少しこの行が濃くなります。すると右側にピン止めというものが表示されてきます。やってみますね。クリックをしてピン止めにしていただくと、必ずいつもこの画面の上部に固定されて表示されるようになります。
またピン止めというところから選んでいただければ、ここにあるようにいつもピン止めで固定されているので見つからないということがなくなります。ピン止めだから、まあ、ファイルをピンで留めるとか、紙をねピンで、紙が落ちてこないようにピンで留めるじゃないですか。ああいうふうに覚えていただくといいと思います。このピン止め結構便利なんですが、たくさんピン止めがあってもね、また探しづらくなるかもしれないので、用が済んであまり使わないなと思ったら、もう一度ここをクリックしていただければピン止めから外すことができるようになります。ではホームに戻って、少し画面のカスタマイズをご紹介したいと思います。今私の画面の右の上に、まあ、タコさんとかね、カニさんとか、ここに薄く絵が入っていると思うんですね。メニューの下の方にあるアカウント、これを開けていただくとオフィスの背景というのがあるんですね。通常はこれカリグラフィーになっていると思います。皆様の画面は多分これではないでしょうか。ここでランチボックスとか、雲、円と縞模様、回路、学用品、幾何学模様などなどのものがこうやって用意されているんですね。私は水中というのを選んで、それでいつも作業をしています。まあ別にこれだから何か変わるということはないんですが、ちょっと余談でご紹介をしました。では本題に行きたいと思います。メニューの中にある新規をクリックします。すると白紙のブック、それから一覧が今まで開いたものがあって、そしてこの一覧の下には様々なテンプレートがあるのがわかります。このテンプレートを使わない手はないと思います。よくね、例えばの話なんですが、絵を描いた時にそんなに絵心がない人が白紙から描くって難しいですよね。ある程度大人の塗り絵なんかが流行りましたよね、昔。それと同じように、ある程度書いてあるところに塗っていくというのは、まあ、楽しめるし勉強にもなるし、絵心がなくても結構いいものが描けるじゃないですか。あれと同じように Excel も同じです。全く新規から作っていただいてもいいけれども、初心者の方、あるいはまあ中級者の方でも、割とまあ初級中級ぐらいのレベルの方に関しては、まず初めにこの新規の中にひな型があって、それを見るということもぜひしていただきたいんですね。ではこのテンプレートすごくたくさんあるので、いくつかこんなものがあるよというのをご紹介します。このすべての中から探すにはかなり量があるので、この下に候補というのが用意されています。例えばカレンダーというところをクリックしていただくと、カレンダー一覧に抽出されていきます。ちょっとサムネイルが小さいなと思ったら、もうクリックをしていただくと、このように少し大きくなってきます。そして説明が書いてあって、右の矢印があるので、クリックをしていくと次のテンプレート、次のテンプレートというように、いろいろなテンプレートをここから探すことができます。誕生日のカレンダーをクリックして、そして作成ボタンを押します。するとこのようにテンプレートがあっという間にダウンロードされました。このテンプレートはここに西暦があるので、今2020年でいいので、この上をこのように行くと、ずっと西暦を変えてカレンダーが作れます。なので今年だけではなく、ずっと使えるカレンダーだというふうに認識していただいていいと思います。それともう一つは、誕生日となっていますが、別に誕生日じゃなくてもいいんですよね。1年分の予定をパッと見るときに、まあ、曜日とかね、確認をするときに、1年分のカレンダーを必要だなというときには、このカレンダーを使っていただいてもいいと思います。特にこのカレンダーが特化しているものは、まあ、誕生日とあるので、もしこの誕生日でないもの、まあ、予定日ね、忘れていけない予定日があったとして、色を塗れることができるんですね。この文字を選択するには、このようにクリックをしていくと、ここの B2 のセルですね、
ここに誕生日カレンダーとあるわけですから、この文字を変えていただければ、ちょっと変えてみますね、予定とか書いていただければ、ここで自分専用の名前のカレンダーに変えることができるわけです。そしてここに1月8日母とあります。もちろん誕生日カレンダーなので1月8日とあります。例えば1月26日が誕生日にしたいとします。そしたら1月26日としていただければ、1月26日のところにこのように色がついているのがわかります。もちろん誕生日カレンダーですので、西暦を入れて誕生日を入れていただいて作っていただいてもいいと思います。いろいろな使い方をカスタマイズできるわけですから、ここから全部そのまま使うのではなくて、自由にアレンジをしてみたり、それからどんな式が入ってるのかなとか、どんな色を使っていったらいいのかなとかをここから学んでいくっていうのもありだと思います。例えば色一つ取ったとして、今フォントの色のところをクリックをすると、このような色合いが表示されています。結構カラフルですよね。通常の空白のブックを開けてみると、このように色が少し落ち着いたオフィスの色になっているんですね。この色と、それから今ダウンロードをしたカレンダーの色とは違うのが分かりますよね。オフィスの色で全てやってしまうと、やっぱりビジネス系に作られているので、ブック全体が落ち着いた色合いになってしまうんですね。ですがこのようにカレンダーは別に仕事ではないわけですから、ちょっとこのように色合いを変えたいなと思ったら、この色合いを取っておくことができます。動画の最後の方でご紹介をしますね。では他のものもご紹介していきますね。では次に、これはいいなというカレンダーをもう一つご紹介します。このカスタム年間カレンダー、これをクリックしてダウンロードしてみます。するとこのカレンダーですね、まずどのように使うかというと、ここに西暦を入れるところがあります。ステップ1,2,3,4とあるので、この順番に進んでいくといいと思います。今年は2020年なので、西暦を2020年と変更します。するとこのように2020年に変わります。つまりこのカレンダーもずっと今年だけではなく使うことができます。教室のね、生徒様にもご案内したら、今年いっぱいのカレンダーですかっていうご質問があったんですが、もう半年も過ぎちゃってるからね、そうではなくてずっと使えますよと言ったら、まあ普通に売っているカレンダーはね、1年分しかないじゃないですか、だからいいねっておっしゃってたんですね。で、開始月も選べます。ここの下の見出しに1から12まであるので、この2020年の1月からにしていただければ、この6のところを選んでいただくと、シート見出しの6はこのように2020年の6月になっています。なので今の6月であればここから使っていただいてもいいんですが、この一番最初の開始月を6と入力をします。すると2020年の6月から1年分12ヶ月分ですねを作ることができるということになります。だから開始月が、例えば会社などではよく4月始まりとか、なんか学校なんかもそうですが、ちょっと年度始めが違ったりするじゃないですか。そこから選んで1年分というふうにして名前をつけて保存していただければいいと思います。で、これがまた便利だとは思うんですが、ちょっとね、この次なんですね。開始曜日というのを選ぶことができます。つまり今開始曜日左側がね、日曜日開始になってるじゃないですか。たまにあるのは、じゃあ月曜日開始とかもありますよね。カレンダーによって選ぶことが、これはできます。こちらの番号を入れ替えて開始の曜日を選ぶことができます。では2と選ぶと、このように月曜日開始になります。これは何曜日開始でも構わないんですよね。つまりちょっとこんなのはないと思うけれども、3とか入れていただくと、このように火曜日開始とかにもなっちゃうということになります。そして日付がちゃんと合うんですね。私は日曜日開始にしたいので、1に戻しておきます。そしてさらにこのカレンダーは3ヶ月分のカレンダーが1画面で見られるようになっています。
よくあるのが月始めだったり、それから月末などにカレンダーを確認したい時ってありますよね。今は月末だからもう7月分の予定がたまに見たい時ってあるわけですよ。そうすると6月分のカレンダーを見ながら7月の曜日とかの確認をすることができます。また7月になった時に、このように7月になった時に2週間前の月曜日は何日だったっけかなとか、それもこの画面で見ることができるじゃないですか。これを無料で、それも安心して使えるテンプレートというのは使わないのはもったいないですよね。もちろんここの画面の右の方は自由に使っていただいていいので、自分の予定表をここにつけていってもいいと思うんですね。物は使いようです。またこの中に式が入っています。ここをクリックするとどのようになっているのかなとか、ここをクリックすると式がどのようになっているのかななどと勉強するのにもとても役に立ちます。なので私はよくカレンダーっていろんな作り方があるから、どんな風に作っているんだろうって必ず数式を見て勉強したりしています。では Excel で学習ができるテンプレートをご紹介します。まずはファイルから新規を選びます。この一覧の中にこの Excel へようこそというのがまだ使ったことがない方は表示されていると思います。それをクリックします。作成ボタンをクリックします。ではツアーを開始します。始めましょう、これをクリックします。すると2枚目のシート追加というのが表示されてきました。ここに説明が載っているので、それに合わせて同じように問題を解いていくような形になっています。1番からずっとやっていくといいんですが、今回はかいつまんだところをちょっとご紹介していきます。例えばこの4番になるところね、この黄色いところをクリックしてオルトキーを押してイコールを押してエンターを押しますとあります。この4番というのはこの肉類の合計をここに求める解説をしています。これちょっと不親切かなと思ったのは、イコールというのはシフトを押さないとダメなんですね。なのでやってみますね。オルトを押してシフトキーを押して、そして穂のところイコールを押します。するとこのようになりますので、エンターキーを押します。このようにしてショートカットキーを使います。ではこの次のフィルというシートを開けてみます。この右側に特別課題というのがあるんですね。ではこれはこの合計を求めていくものになるんですが、まずクリックをして、そしてドラッグをし、4つのセルを選択するとあります。なのでドラッグをします。4つのセルが選択ができたらコントロール D を押しますとあります。では押してみます。コントロール D、するとこのように合計を出すことができるショートカットキーというものですね。これの案内をしています。で、右へ複写のショートカット分かりますかと問題が出ているんです。つまりここですね、右に合計を出すショートカットキーを聞いてきます。で、答えがここにはないんですね。この場合どのようにしたらよいかというと、まずはこの問題をもうこのままなぞってしまって、そしてこの上で右クリックをします。このメニューの中にあるスマート検索をクリックします。するとこのように検索した結果の候補一覧が表示されるんですね。ここからインターネット検索などをすることができます。では今回この2つ目にあるフィル機能を使って下方向右方向とありますので、こちらをクリックしたいと思います。するとインターネットが起動されました。今回はこの右方向ですね、こちらになります。ここにショートカットキーコントロール R とあります。では実際やってみたいと思います。まずは範囲を選択してコントロールキーの R を押します。するとこのようにショートカットキーで右側にコピーをすることができました。
では、先ほどのこの誕生日カレンダーですね、このテンプレートにありましたこの色合いですね、これをよく使うと仮定をして、このテーマを、テーマの色とあるので、このテーマを自分で保存しておくという方法を解説します。では、テーマというのはページレイアウトタブにあります。そして、この一番左にテーマがあります。ここに、通常はオフィスになるんですが、インテグラル、スライス、いろいろなものがこのようにあります。今回はこの一覧にあるテーマではないんですね。なので、その場合、その画面を表示させてから現在のテーマを保存、これをクリックします。すると、ちょっと階層的には奥が深いんですが、この状態で構いません。オフィスのテーマというファイルの種類のままで、テーマの名前を自由につけます。今回は私のテーマと名前をつけて保存ボタンをクリックします。すると、例えば今度新規で空白のブックを開けたとします。で、このテーマの色はオフィスでちょっと地味ですから、先ほどの明るいカラフルなテーマを出したい場合は、ページレイアウトタブを選択し、テーマをクリックします。すると、一番上に私のテーマという、先ほど自分が保存したテーマが表示されているのがわかります。これをクリックします。そうすることで、ここの色が先ほどのテーマに沿った色に変わったのがわかります。このようにして、自分の好きな色合いを見つけたら、テンプレートから自分のテーマに保存をしておくという方法も覚えていただくといいと思います。今日の動画はここまでにしたいと思います。ものすごくたくさんテンプレートがあるので、まだまだご紹介しきれていないものを、あと2つばかり、こんなのはどうでしょうかというのを紹介したいと思います。まず1つ目はね、クラススケジュール、これ学生さんのスケジュール表になるんですが、皆さんもつけられると思います。スケジュールになるので、曜日や場所、時間などを入れます。今回別のものが入っていたものを変えてみました。例えば皆様がね、何かのカルチャースクールに通っていたとします。すると、このクラススケジュールというところをクリックをすると、スケジュール表になってくるんですね。この曜日とクラスのところ、今日は月曜日になるので、月曜日にこのブルーの色が引かれるようです。そして、ここにあるように、月曜日の13時から14時までが、このワードの箇条書きとインデントがあるというのが自動的に振られるようになるんですね。もう一度ここを押すことで元の画面に戻ってきます。例えば、この時間が今日の夜8時からだったとしましょう。そしたら20時になるので、20時から終了時刻を21時までとしたとします。すると、このスケジュール表を見ると、このように下ですね、ここからあるというのが自動的に色が変わっているのがわかります。こういうスケジュール表と、もう一つ別のものをご紹介します。こちらは食費の家計簿ですね。これはもうあらかじめある程度こうやって見本が入っているんですね。で、レポートというシートを開けると、それが自動的に計算されてグラフになったりしているものなんです。例えば、この2日分、28から29日、例えば昨日と今日のものだけを見たいとしたとします。すると、ここに開始日と終了日があるので、6月の28日と直します。すると、グラフが更新されたのがわかります。では、支出の方ですね。ここにパンを一つ追加していきたいとします。では、この追加方法ですね、今集計となっているので、この場合は一度クリックをして、そしてテーブルデザインから集計業を一度消します。そしたら、この下に今日の日付を追加していきます。
6月の29日、そしてパン、ロールパンにしますね。数量は2個買ったとします。2にして単価を100円だったとします。レポートを見るとこのようにパンが200円と増えたのがわかります。このように自動的にテーブルになっているので集計を瞬時に変えて支出の確認をすることができます。この他もたくさん Excel のテンプレートが用意されています。またこの他に Word や PowerPoint のテンプレートも用意されています。そして前にもご紹介した楽しもうオフィステンプレートから使っていただくのもいいと思います。では今日はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。では次回またお会いしましょう。ごきげんよう。またねー。